連結リスト、連結リスト、連結リストは最も基本的なデータ構造の一つであり、他のデータ構造の実装に使われる。リンクリスト、リンクトリストとも表記される。一連のノードが任意のデータフィールド群を持ち、一つか二つの参照、リンクにより継ぎ、及び前のノードを指している。連結リストの主な利点は、 リスト上のノードを様々な順番で検索可能な点である。連結リストは自己参照型のデータ型であり、同じデータ型の別のノードへのリンク、またはポインタを含んでいる。連結リストは場所が分かっていれば、ノードの挿入や削除を定数時間で行うことができる場所を探すのにかかる時間は、リスト上の順番の条件などにも依存するし、 公述する、片方向リストなのか双方向リストなのかにも依存する。連結リストにはいくつかの種類があり、片方向リスト、双方向リスト、前傾リスト、循環リストなどがある。連結リストは多くのプログラミング言語で実装可能である。リスプやスキーム、プロラグといった言語は、組み込みでこのデータ構造を持っていて、連結リストにアクセスするための操作も組み込まれている。 手続き型やオブジェクト指向型の言語、C 言語、C、Java では、連結リストを作るには、ミュータブル、更新可能な参照を必要とする。線形リストは、1955年から1956年頃、ランド研究所にて、アレン・ニューウェル、クリフ賞、ハーバート・サイモンが、インフォメーションプロセッシングランゲージの使用、データ構造として開けしたのが最初である。 IPL はいくつかの初期の人工知能プログラム、ゼネラルプロブレムソルバーなどで使われた。線形リストを箱と矢印で表すという今では、おなじみの記法は、1957年2月の、プロシーリングス・オブ・ザ・ウエスタン、ジョイント・コンピューター・コンファレンスに掲載された、ニューウェルト・ショーのプログラミング・ザ・ロジック・セオリー・マシンという論文で使われている。ニューウェルト・サイモンは1975年、 人工知能、認知心理学、リスト処理の基盤を築いたことに対して、チューリング賞を受賞した。マサチューセッツ工科大学のビクター・インバは、自然言語処理、特に機械翻訳向けに開発した、コミットという言語学向けのプログラミング言語で、線形リストをデータ構造として使っている。これに関する論文は1958年。 メカニカルトランスレーションに A プログラミングランゲージ法メカニカルトランスレーションと題して掲載された。1958年、ジョン・マッカーシーが MIT で開発したリスプはリストプロセッサーの略であり、1960年にコミュニケーションズ・オブザークムにその設計に関する論文リッカーシベ・ファンクションズ・オブ・シンボリック・エクスプレッションズゼア・コンピューテーション・バイ・マシン。 パートンが掲載された。リスプの主要なデータ構造の一つとして、線形リストが採用されている。1960年代初期までに、線形リストや、それを基本的なデータ構造とする言語が一般化した。MIT リンカーン研究所のバート・グリーンは1961年3月、IR Transactions on Human Factors in Electronics にコンピューター。 ランゲージズ4シンボルマニピュレーションという論文を書き、線形リストを使った手法の利点をまとめている。同様の論文は1964年4月、コミュニケーションズオブザークムに、ボブローとラファエルの A コンパリソンオブリスト、プロセシングコンピューターランゲージズが掲載されている。テクニカルシステムズ・カンサルトンツ社は、片方向リストを、 ファイル構造に利用したオペレーティングシステムフレックスを開発した。ディレクトリがファイルの第一セクターを指し、その後のファイルの中身も線形リストのポインタをを辿ることで得られるようになっていた。フレックスから派生したオペレーティングシステムとしてスモークシグナルブロードキャスティング社が開発したものがあるが、こちらは双方向リストを同じ用途に使っていた。IBM 社がシステム 360やシステム370向けに開発した TSS でもファイルシステムに双方向リストを使っていた。そのディレクトリ構造は UNIX のものと似ており、ディレクトリはファイルや他のディレクトリを格納でき、任意の深さまで階層構造を作ることができた。システムがクラッシュしたとき、このファイルシステム構造の一部がディスクに書き戻されいない場合があり、 これを修復するためのユーティリティフリーが開発された。これは双方リストの前方リンクと後方リンクの一貫性をチェックすることで問題を検出する。線形リストには片方向リストと双方向リストがあり、どちらも任意の位置でデータの追加、削除が大時間でできるのが特徴である。しかし、そうとされた配列や機構造と違い、データの検索は 大時間かかってしまうという欠点はある。そうとされていない配列は、線形リストと同じ王の検索時間である。片方向リスト、シングレイ、リンクとリストは、最も単純な連結リストであり、ノードごとに一つのリンクを持つ。このリンクは、リスト上の次のノードを指し、リストの最後尾なら、ヌルチを格納するか、空のリストを指す。 三つの整数値を格納した片方向リストと双方向リスト、W、リンクとリストは、より洗練された連結リスト。各ノー度には二つのリンクがあり、一つが次の濃度、前方リンク、もう一つが、後ろの濃度、後方リンクを指す。リストの先頭の濃度には、後ろの濃度がないので、後方リンクには、ヌルチを格納するか、空のリストを指す。 リストの最後尾のノードには次のノードがないので、前方リンクには、ヌル値を格納するか、空のリストを指す。3つの整数値を格納した、双方向リスト。低レベルの言語の中には、X は連結リストを使って、双方向リストの2つのリンクを1つのワードで、表せるようにしたものもあるが、この技法は一般には使われない。循環リスト、セルキアラーリー。 リンクとリストでは、先頭と最後尾の濃度を相互に連結する。循環リストには片方向きのものも双方向のものもある。循環リストをたどる場合、任意の濃度から出発して、好きな方向にたどっていき、最初の濃度に戻ってくるまで続ける。つまり、循環リストは、先頭や最後尾といったものが存在しないリストと得ることもできる。循環リストは、 データ格納用バッファの管理によく使われ、一つのノードを使っているスレッドやプロセスが他のノードをすべて参照したい場合などに便利である。リスト全体を指すポインタはアクセスポインタと呼ばれることがある。三つの整数値を格納した循環リスト、片方向き循環リスト、シングレイセルキアラーリー、リンクとリストでは格納度は 線形の片方向リストと同じように一つのリンクを持つが最後尾の濃度は先頭の濃度をリンクしている。片方向リストと同様、新たな濃度を挿入する場合、すでに参照を持っている濃度の次の位置にのみ挿入できる。このため、片方向き循環リストでは最後尾の濃度を指している参照を保持しておくことが多く、それによって、 戦闘位置に高速に挿入可能とするだけでなく、戦闘濃度から最後尾の濃度までを順にたどることも可能にしている。双方向循環リスト、ダブリーセルキアラーリー、リンクとリストでは、各濃度は線形の双方向リストと同じように2つのリンクを持つが、戦闘濃度の後方リンクは最後尾濃度を指し、最後尾濃度の前方リンクは戦闘濃度を指す。 双方向リストと同様、挿入も削除も、その位置に隣接する濃度への参照が一つあれば、高速に行える。構造的には双方向循環リストには、先頭も最後尾もないが、一般に外部のアクセスポインタを用意して、先頭、または最後尾の濃度を指しておくことが多い。そして、双方向リストでの万平濃度のように順序を把握するのに使われる。 線形リストにはダミーノードまたはバンペイノード、センチネルノードと呼ばれるものがリストの先頭や最後尾に置かれることがある。バンペイノードにはデータは格納されない。その目的はすべてのノードのリンクが常にノードのデータ構造を指していることを保証していくつかの操作を高速化することである。リスプではそのような設計がされており、ニールと呼ばれる特別な値は 片方向リストの最高尾を示すと決められている。ニルはカー操作でも CDR 操作でもニルを返すため、一部の操作を高速化できる。最高尾がニルでないリストは、不適切、インプロパーである、不適切とは言っても使えないということではない。連結リストは、他のデータ構造の構成要素として使われる。例えば、スタック、Q などである。 濃度のデータ部が別の連結リストへのポインタという構成も可能である。これを応用すると様々なデータ構造をリストで構成できる。これはリスプを起源とする方法であり、リスプでは連結リストは主要なデータ構造とされ、今では関数型言語で一般に使われている。連結リストを使って連想配列を実装することもあり、これを連想リスト、アソシエーションリストと呼ぶ。 このような連結リストの応用にはあまり利点がない。平行二分探索目などのデータ構造の方が、ごく小さいデータ量であっても、性能的に優れている。しかし、機構造のサブセットという範囲を超えて連結リストを動的に生成することもあり、より効率的にそのような構成のデータを扱うのに、使われる。コンピュータプログラミングと設計におけるほとんどの選択と同様。 あらゆる状況に適した方法は存在しない。連結リストというデータ構造も状況によってはうまく機能するが別の状況には適さない。以下では連結リスト構造に関するトレードオフについて説明する。一般に動的に変化するデータの集まりがあって、要素の追加、削除が頻繁に行われ、新たな要素を追加する位置が重要となる場合、連結リストが適していると言える。 連結リストは配列と比較したとき、いくつかの利点を持つ。リストでは、要素の挿入は無制限に可能であるが、配列はサイズが決まっているために限界があり、配列を大きくしようとしても、メモリのフラグメンテーションによって不可能なこともある。同様に、配列から要素の多くを削除すると、領域の無駄となったり、サイズを小さくする必要が生じる。 複数のリストがビブを共有することで、さらにメモリを節約できる場合もある。つまり、先頭が複数あって、末尾が一つになっている構造が可能である。これを使って、何らかのデータの古いバージョンと、新しいバージョンを同時に放置することが可能であり、簡単な永続データ構造の例となっている。一方、配列は、ランダムアクセス性に優れており、連結リストが、 シーケンシャルアクセスを得意とするのと対照的である。変方向リストは一方向にしかたどれない。したがって、ヒープソートのようにインデックスによって高速に要素を参照する必要がある場合、連結リストは不向きである。シーケンシャルアクセスも多くのマシン上では、連結リストよりも配列の方が高速である。これは、キャッシュメモリの効果と参照の局所性によるものである。 連結リストはキャッシュメモリからはほとんど何も恩恵を受けない。連結リストの別の欠点は参照のための余分な領域を必要とする点である。このためキャラクターやブーリアン型のような小さなデータ要素を連結リストで操作するのは1文字ごとに濃度を割り当てて文字列操作を実現するなど速度の面でもメモリ消費の面でも無駄が多く現実的でない。 これらの問題の一部を改善する連結リストの派生データ構造がいくつか存在する。アンロールドリンクトリストは格納度に複数の要素を格納するものでキャッシュ性能を向上させ参照時のメモリのオーバーヘッドを低減させる。CDR コーディングも参照を参照すべき、実データと置換することで同様の効果が得られる。配列との比較で利点と欠点を明確にする。 法令として、ジョセファスの問題を解くプログラムの実装がある。ジョセファスの問題とは、人間が輪になって並んでいる状況で、そこから一人を選ぶというものである。ある人を、開始点として、特定の方向に、N 人を数えていく。N 番目の人に到達したら、その人を輪から外して、残りの人間で一回り小さい輪を作る。そして再び、N 番目まで数えていく。 これを一人だけが残るまで繰り返し、最後に残った人が選ばれた人ということになる。これを循環リストを使って、表すのは直接的でわかりやすいし、濃度の削除も簡単である。しかし、循環リストでは、現在の濃度から N 番目の濃度を見つけるには、リストを順にたどっていくしかない。配列であれば、インデックスの計算で即座に見つけられる。一方、配列では、要素。 ノードの削除は容易ではなく、N 番目のノードを即座に見つけるという理を生かすには、ノードを削除した時に残った要素を詰めてやる必要がある。双方向リストはノードごとに要するメモリ量が多くなるし、基本的な操作にかかる手間が多くなる。しかし、どちらの方向にもシーケンシャルアクセス可能であるため、扱いやすくなることが多い。特に、ある濃度の削除をする場合、 そのノードのアドレスさえ分かっていれば、定数時間で、それが可能である。挿入の場合も、挿入する位置、そのノードの前に、新たなノードを挿入するが分かっていれば、双方向リストでは、定数時間で挿入が可能である。変方向リストでは、挿入、削除の際に一つ前のノードのアドレスも知る必要がある。アルゴリズムによっては、双方向のアクセスが必須な場合もある。 一方、双方向リストでは、ビブの共有はできないので、永続データ構造としては使えない。循環リストは、本質的に感情の構造を表すのに適している。また、どのノードからでもリスト全体をたどることが可能である。また、最高尾のノードを指すポインタを一つ保持しておけば、先頭と最高尾を同時に、効率的にアクセス可能である。主な欠点は、 繰り返し処理をする際に微妙に複雑な配慮を要する点である。万平濃度を使えば全ての濃度に次の濃度や前の濃度が存在することを保証でき、特定のリスト操作を単純化できる。しかし、特に小さなリストを多数使用する場合余分な領域を必要するという欠点があり、他のリスト操作は逆に複雑化する。余分な領域を消費するのを防ぐため、 万平ノードは、リストの先頭あるいは最後尾のノードへの参照として、再利用されることがある。連結リストを操作する場合、無効化され使われなくなった値の扱いに注意する必要がある。そのため、連結リストでの挿入、削除のアルゴリズムは、ある意味で巧妙である。ここでは、片方向リスト、双方向リスト、循環リストでのノードの追加と削除に関する、 疑似コードを示す。リストの終端を表すマーカー、あるいはペイとしては、ヌルを使うが、その実装は様々なものが考えられる。ここでのノードのデータ構造には2つのフィールドがある。また、リストのファーステノードというフィールドがリストの先頭ノード、空のリストの場合は、ヌルを指すとする。片方向リストをたどるのは単純で、 先頭ノードから各ノードのネクストリンクを最後までたどっていく。次のコードは片方向リスト上のあるノードの次に新たにノードを挿入する。あるノードの前にノードを挿入することはできない。その場合は挿入位置の前のノードを見つける必要がある。リストの先頭にノードを追加する場合、別の関数が必要である。この場合、ファーストー度を更新しなければならない。 同様に指定されたノードの次のノードを削除する関数とリストの先頭のノードを削除する関数を示す。特定のノードを探して削除する場合、その前のノードを覚えておく必要がある。リムーベ・ビギニングは削除するノードが最後のノードだった場合、リスト、ファーストのどをヌルにする。逆方向に繰り返すことができないので、 インサートビフォーやリムーベビフォーといった操作を効率的に実装することはできない。二つの片方向リストを連結したい場合、リストの最高尾を常に保持していないと効率的に処理できない。二つのリストがそれぞれ長さフォーミュラ1である場合、連結にかかる時間はフォーミュラ2となる。リスプ系言語ではリストの連結にはコディチ1を使う。 片方向リストの操作は、先頭ノードの扱いが特殊であるが、先頭にダミー要素を追加することでこれを排除できる。これによって、インサートビギニングが不要となる。この場合、最初のデータを持ったノードは、リスト、ファーストノード、ネクストで参照可能である。双方向リストでは更新すべきポインタが増えるが、逆方向のポインタで、リスト上の前の要素を参照できるため、 操作に必要な情報は少なくて済む。これにより、新たな操作が可能となり、特殊ケースの関数が不要になる。ノードには、前の要素を指すプレブフィールドンが追加される。また、リスト構造のラストノードが最後尾のノードを指す。空のリストの場合、リスト、ファーストノードも、リスト、ラストノードも、ヌルである。双方向リストでは双方向に、繰り返しが可能である。 方向は必要に応じて何度でも変えられる。順方向、逆方向、指定した濃度の次に、新たな濃度を挿入する関数と、前に挿入する関数を示す。空のリストを含むリストの先頭に、新たな濃度を挿入する関数が必要となる。同様に、最後尾に濃度を挿入する関数を示す。濃度の削除は簡単で、ファーストの度と、ラストの度にだけ注意すればよい。 この手続きでリストから一つだけ残っているノードを削除する場合、ファーストノードとラストノードがヌルに設定され、まさしく処理が行われる。またリムーベビフォーやリムーバフターといった手続きは不要であり、単にリムーブやリムーブを呼び出せばよい。循環リストには片方向きのものと双方向のものがある。循環リストでは感情に ノードが連結されているので、ヌルは使わない。Q のような前後関係のあるリストでは、リストの最後尾ノードへの参照を保持する必要がある。循環リストでは最後尾ノードの次のノードは、戦闘ノードである。要素の最後尾への追加や先頭からの削除は、定数時間で可能である。循環リストの利点は、任意のノードから開始して、リスト全体をたどることができる点である。 このため、ファーストノドやラストノドも保持する必要がないことが多いが、空のリストを表すには何らかの特別な表現が必要である。ここでは、ラストノドにヌルを格納することで空のリストを表す。これにより空でないリストでの追加、削除は大幅に単純化されるが、空のリストを特殊ケースとして扱う必要がある。ソメノでは空でないリストにある何らかのノードであると、 する。ここでは、任意の染めのでから繰り返しを開始するものとしている。順方向、逆方向、ループの最後で終了条件のチェックをしている点に注意されたい。これは、リストに染めのでという一つのノードしかない場合に重要である。次の関数は双方向循環リスト上のノードの次に新たなノードを追加する。インサートビフォーを実現したければ、 単に、インサートフターを行えばよい。空のリストへのノードの追加は次の特殊関数が必要となる。先頭に挿入したければ、インサートフターを実行すればよい。ノードの削除では、空のリストにうまく対処する必要がある。双方向リストと同様、リムーバフターとリムーベビフォーは、リムーブとリムーブで実現可能である。参照系をサポートしていない言語でも、 ポイントの代わりに配列にインデックスを使うことで、リンクを実現できる。構造体の配列を用意し、リンク用フィールドには配列のインデックスを表す、整数保持することで次、あるいは前のノードを指すものとする。配列にある全ノードを使う必要はない。構造体がサポートされていない場合、並列配列を代替として使うことができる。例として、次の構造体を示す。 ポインタの代わりに配列にインデックスを使っている。この構造体の配列を生成し、リストの先頭のインデックスを保持する整数変数を用意すれば、連結リストを構築できる。要素間のリンクは、リスト上の次、または、前の要素の配列インデックスを NEXT あるいは p レ e v フィールドに格納することでなされる。例えば、次のようになる。この例で、コディチェワニになっており、 そこがリストの先頭ノードである。3番と5から7番のエントリーはリスト上に含まれていない。これらのセルはリストに新たに追加することが可能である。コディチェ3という整数変数を用意してフリーリストを構成しておくと扱いやすくなる。すべてのエントリーが使われている場合、配列の大きさを拡張するか一部要素を削除して空きを作らないと新たな要素をリストに追加できなくなる。 次のコードは、リストをたどって、ネームとバランスを表示するものである。この手法の利点は次の通りである。ただし、この方式には、ノード群のためのメモリ領域管理を独自に行わなければならないという欠点がある。このため、次のような問題が生じる。以上のような理由から、この手法は動的メモリ確保をサポートしていない言語で、主に利用される。問題の多くは、 配列生成時にリストの最大サイズが分かっている場合には問題ではなくなる。リスプやスキーム、プロラックといったプログラミング言語は片方向リストを組み込みで装備している。多くの関数型言語ではリストを構成するノードをコンズセルと呼ぶ。コンズセルにはカーブ分と CDR 部分があり、カーブはそのノードのデータへの参照。 CDR 部は次のノードへの参照を格納している。コンズセルは他のデータ構造にも使われるが、主な用途はリストを構成することである。抽象データ型やテンプレートをサポートする言語では、連結リストの抽象データ型やテンプレートを使って、連結リストを構築できる。オブジェクト思考プログラミング言語では、次のようなクラスが連結リスト用に用意されている。 以下に C 言語での片方向リストの例を示す。連結リストを構築する際、データを濃度そのものに格納するか、別のデータ構造への参照のみを格納するかという選択を迫られる。前者を、後者を、と呼ぶ。内部収納の方がデータアクセスが効率化され、全体としてメモリ使用量が低減され、参照の局所性が向上し、リストに関するメモリ管理も、 簡素化されるデータ濃度とともに確保、開放される。一方、外部収納はより汎用的だという利点がある。データの内容に依存しないデータ構造とリスト、操作コードを形成可能である。また、複数の濃度で同じデータを共有することも容易に実現できる。内部収納の場合も、通常のリンクとは別に同じ内容のデータを保持する濃度を連結する。 フィールドを持てば同様のことが可能になるが、リスト操作にあたってそれも考慮する必要が出てくる。一般にデータ構造を複数の連結リストに属させる必要がある場合、外部収納が最善の手法である。データ構造が一つの連結リストにしか属さない場合、内部収納の方が若干良いが、外部収納の汎用リスト操作パッケージが利用可能なら、 それを利用する方が良い場合もある。いくつかの言語で採用されている別の手法として、いくつかの種類のデータ構造があって、それらの先頭部分の同じ位置に、リストのための NEXT よび、e、p レ e のフィールドが存在する場合は、この場合、リスト操作は汎用的なルーチンを使い、個々のノード内のデータは個別のルーチンで処理する。様々な種類のメッセージを受信する際の、 公文解析などでよく使われる。メッセージの Q への追加と削除は汎用的なルーチンで行われる。メッセージの種類がメッセージの先頭にあり、それを見て適切なメッセージ処理ルーチンを呼び出す。ここでは家族とその構成員の連結リストを処理するコードを例として示す。内部収納の場合、構造体は次のようになる。家族のリストと 各家族のメンバーを表示するルーチンは内部収納の場合、次のようになる。外部収納を使うと構造体は次のようになる。家族のリストと各家族のメンバーを表示するルーチンは外部収納の場合、次のようになる。外部収納を使った場合、データ構造体を取り出して型変換するという余分なステップが必要になる。これは二種類の連結リストが 同じデータ構造、濃度を使っているためである。あるメンバーがいくつの家族に属することができるかが、コンパイル時に分かっている場合、内部収納の方が適している。しかし、一人のメンバーが任意の個数の家族に属する可能性がある場合、かつその数が実行時にならないと分からない場合、外部収納にする必要がある。連結リストで特定の要素を探す場合、 たとえそれが相当済みであっても一般に王の時間を要する線形探索。これは連結リストの重大な欠点である。これを改善するいくつかの方法が存在する。相当されていないリストでは平均検索時間を短縮する単純なヒューリスティックとしてムーブツーフロントと呼ばれる手法がある。これは一度検索して見つかった濃度をリストの先頭に 移動させるという方式である。これは一種の簡単なキャッシュ構成法であり、最も後に検索したノードを再度検索する場合に、高速化される。もう一つの一般的な手法は、より効率的な外部のデータ構造を使って、ノードにインデックスをつけるというものである。例えば、接穀目やハッシュテーブルを構築し、その要素が連結リストの各ノードへの参照を持つようにする。 一つのリストに対して、そのようなインデックスを複数構築できる。この手法の欠点は、濃度の追加や削除の度にインデックス側の更新が必要となる点である。少なくとも、インデックスを再利用する前に更新が必要である。5. おさむき